はい、皆さん、こんにちは。フィーカチャンネルのまみです。今日はですね、また引き続き、きよちゃんの方から、ワーキングホリデーについても、この辺はね、シリーズ化していこうと思うんですね。で、ワーキングホリデーについて、いろいろなね、いっぺんにバーっていろんな話はできないので、だいたい10分ぐらいの動画を少しずつ作っていきたいので、いろんな情報をちょっと小分けにしながら、シリーズ化して、ワーキングホリデーについての情報をお願いしたいと思います。はい。で、フィーカチャンネルということでね、毎回こう、ちょっとした飲み物なんかを私も用意してるんですけど、今日、キヨちゃん何？色が。今日は、色が。バルムフォークランドです。発音バが。ルムフックダール、バルムフックダール。あったかいチョコレートってことですそね。うです。うん、ホットチョコレート、バルムっチョてコね、レーなんトかあっです。たかい、そう、で、フックラールって言うんですよね、スウェーデン語はね。フクラール、そうそう、チョコレート、うん。私はですね、今日はね、もう時間もね、実はこれもう何時？遅いんだよね、9時近くなるでしょ？そう、夜のね、仕事終わってきて、で、動画を撮ってるので、あんまりね、コーヒーとか飲むと眠れなくなっちゃう。私、今日ジャスミンああ、ティーいいでです。すね。はい、ジャスミンティー、香りがすごくね、いいのでね、うん、夜はジャスミンティー。でもね、朝は、ワルムフクラール、そう。そう、毎朝はね、いつもこうホットチョコレートなの。うん、ホットいいチョでコすレーね。トでそスうなんターでトすして、ね。うん、で、日中食、あの仕事してる時なんかは、まあ、コーヒー飲んだり、グリーンティーお茶を飲んだりして、で、夜寝る前はジャスミンティーが多いかな。おお、そうなんですね。そうなんですよ。ね、でもね、バルムフクラール美味しいよね。美味しいです。オボイが好きです。ああ、覚え。皆さん飲んでください、オボイ。うん、オ覚えボイ。ね。覚え。覚えってスウェーデンのもの？わからないです。どう？覚え。結どうなんだ構ろスウェーデンのスーパーとか、まあ、ヨーロッパ全体なんですかね。なんかどこの国っていうのがちょっとわかりにくいっていうか。るよね。うん。あ、ちょっと調べてみよスウェーう。デンの覚え。ジャなんスかミね、あったかいホットチョコレートって言うともう覚えがもう定番だもんね。だけど、私はね、朝の、ホットチョコレートはもう本当にカカオ、自分で作るんだけど、カカオと蜂蜜と、カカオと蜂蜜と、で、あとはね、豆乳、ソイヤミルクね、豆乳を混ぜて、うん。で、ちょっとね、豆乳を混ぜると、娘たちにはちょっと不評なんだけれども、本当だったらね、何？生クリームとかね、そういう牛乳とかね、そうだけどね、ママ豆乳とか言われるんだけれども、でもやっぱやっぱり慣れてくるからね。それが定番になってきちゃった私。うん。健康的ですね。オーボエよりもね。オーボエ甘いからね、とってもね。そうです、そうです。間違いない。いっぱい砂糖入って、甘いから。甘いよね。そう。でも、時々、ほら、お泊まりにいたりとか、ホテルでね、滞在したりなんかするときあるでしょ。で、そうすると、朝食にはそのオーボエが出てあるから、やっぱりね、うん、たっぷりオーボエ入れそうて。なんですね。そう、朝のホットチョコレートは、うん、ほぼよ。はい。というわけで、じゃあ、早速ですけれども、今日のテーマは、なんかね、とってもね、なんか、同化しちゃって、そうそう、バッグのね、バーチャル背景の海の色になってるけど、はい。じゃあ、今日のテーマは、ありがとうございます。今日のテーマは、パッションヌンメルについてです。パーソナルナンバー。そうですパッね。ショーンヌンメル。パーソンなんだけど、パショーンなんでね。パッで、ションありがとうございナンバーがヌンベルね。スウェーデン語ます。パッね。ションヌンはい。パショーンヌンベル。はい。じゃあ、パーソナル番号について。メル。はい。まず、マミさん、スウェーデン在住のマミさんに伺いたいと思います。パーソナルナンバー、どんな時に使われますか？もうね、パーソナル番号、あらゆる場面で必要ですね。うん。私ね、一回ね、車を、子供たちを迎えに行った時だったかな。車を運転していって、で、免許証持っていかなかったの。うん、もうすぐ近くだから、まあいいかと思って。危そう、険。そしたらね、そう、で、いつもは持ってるんだけれども、で、その時に限ってね、おまわりさんにちょっと捕まっちゃって。うん、で、ちょっとね、今迎えに行くだけで、もう急いで出てきたから忘れちゃったって言ったら、はい、じゃあパーソナル番号は？っていうふうに聞かれて、で、パーソナル番号を言ったら、その車種から、住所からすべてもうそれに登録してあって、おまわりさんで、ね、チェックされて、で、この車ですね。住所ここですね。はいはいはい、そうです。じゃあ、わかりました。じゃあ、きちんと、要するに、車の免許は持ってるっていうことが証明されれば、もう OK。別に罰金もなく。
じゃあちゃんと、そう、だからそれはね、すごく良かったなんで、うん、そのパーソナル番号があると、うん、その時にも免許証、やっぱり持ってなくちゃいけないんだけれども、持ってなくても末期にはならなかった、うん。だからそれは助かったなと思って、日本だったら絶対に、あの、免許証持ってなかったら、免許不携帯って言って罰金になるでしょ、うん。ね。だけど、スウェーデンはそういうことがなかったので、ね。やっぱりその辺はきちんとパーで、いろんなところとこう繋がってるでしょ。例えばもう病院でもそうだし、例えば歯医者を今まで行ったところからまた別の歯医者に変えたとしても、あの、すべてカルテが全部こうオンライン化されてるので、うん、で、パーソナル番号を入れれば、ここの歯医者さんでも、ここの歯医者さんでも、あとはいろんな病院でも、うん、どこでも、その自分のカルテがこうね、全部見れるっていう感じなので、そういったこともすごく便利。そうね、パーソナル番号はね。うん。パーソナル番号。生活するのに、そう、生活するのになくてはならないもの。とっても便利だよね。そうね、うん。直接ワーホリの方に多分関係あるのが、もう今だったら特にコロナで病院、どうしよう、いざとなったらっていうのがあると思うんですけど、うん、ワーキングホリデーの、私まだパーソナルナンバー申請中の時に、あの、バードセントルムですか発音が。うんうん。ボードセントラルね。ボードセントラル。ボードセントラル。ボードセントラルっていうのは、大きなこう、うん、あの、病院に行く前のというか、まあ、ちょっとこう、診療所的なね、あの、そのコミュニティに、あの、ある、ちょっと小さめの病院なんだけれども、まずはそういうところでこうね、うん、あの行って、でそれでも足りない場合は大きな病院に、うん、あの行ってみてもらうっていうシステムだからね、スウェーデンの場合は。うん、そのバードセントラム、うん、パーソナルナンバーがあったらオンラインでこう登録して、うん、大きな病院の受診したいですみたいなのが可能らしいんですけど、うん、ワーホリの人ないと思うので、うん、その場合は自分でそのバードセントラム、どこでもいいらしいんですけど、自分の例えば家の近くじゃないとダメとかないけど、ここに電話をして予約を取らないといけないっていうのと、うんうん、あとそれからパーソナルナンバーがあったら治療費がやっぱりちょっと控除されるらしいですね、うんうん、なかったら 100% も自分で自己負担になるということで、うんうん、そうね、あのパーソナル番号っていうのはやっぱりこう、まあ、国民というかスウェーデンに住んでいるっていうことが証明されないと発行されない番号だからね。そうなんです、うん、そう。だから、うん、ワーキングホリデーの場合は、あの、移住っていうものではないから、うん、パーソナル番号っていうのは通常だと発行されないとは思うんだけれども、うん、てんてんてん。だけど、キヨちゃんが、はい。そうなんです。実は、もらえました、パーソナルナンバー。ねえ、ワーキングホリデーなのに。ちゃっかり。なので、どうなんですかね。みんな申請してもらえるわけではないのかもしれない。という、ちょっとグレーゾーンではあるんですが、でもパーソナルナンバーがもらえたら、無料の SFE、スベンスか、こう、インバーミドラレ。要するに、あの、例えば移民でね、スウェーデンに来た場合には、まずは、言葉を習得するための学校があって、うん、でスウェーデン語を、ね、あのまあ、無料で教えていただけるというそういう場所があってね、うん、そういう学校にも無料で行けるっていうね、はい、無料で通うことができる。そのパーソナルナンバーがあってできるようになることが本当にいろいろあって、うん、あと、まあ、ヨーテボリに住むんだったらヨーテボリの多分トラムをいっぱい使うと思うんですけど、そのトラム の、うん、あのカードをなくしちゃったっていう時も、その自分のパーソナルナンバーを使って自分のトラムカードインターネット上で登録しておくと、なくしてもこの、その登録情報を見せたらまたこう無料でそのなくなった分が返ってくるっていうサービスも使えるようになったり、スーパーのあの会員とかあるじゃないですか。あれマミさん入られてますか、ウィリーズプラスとか。私はスーパーは、その、例えば、こっちだと大きいスーパーでね、あの、イカっていうのがあるんだけど、ICA っていうね、があるんだけども、そのイカの、あの、カードと、うん、あの、銀行のカードがこう直結してるっていう感じだから、私はそのイカのカードだったら、まあ、ほら、それでどこでもイカでも使えるでしょ。だそれを使うと、それを使うと、まあ、ちょっとポイントが貯まるみたいになるのかな。そこで割引が効く。ここまで行ったら、あの、
レジに行くと、あなた今50クローネの割引があるけど今使うとか、うん、あ今じゃなくて後で使うとかっていうふうにも言えるし、でそういうなんかポイント制みたいなのかな、なんかそういうのは、そういう割引は使ってるけど、うん、うん、っていうのも簡単に作れるようになります。うん、そうね、はい、というのですね、申請してみたんですけど、このパーソナルナンバーを、管理しているのがスキャットバルケットですか。うん、スキャットバルケットっていうのは、まあ、税務、税務、そう、スキャットバルケットね、そう、税務局のことですね。はい、税務局っていうのは各コミューンに必ずあるのでね、うん、で自分が住んでいるところの税務局に行って申請をするっていう形ですね。その通りです。私は電話して聞いたんですけど、もう直接税務局に事前予約とかもなしで行って、申請してって言われたので、そうしました。が、コミュニによって多分対応がちょっと違うので、うん、というのも、税務局が一括管理していて、ワーホリの方、一番最初に移民局にスウェーデンに着いてから行って、居住カードを作る、指紋を取ってもらって、あとそれから自分のシグネチャーを書いてっていう作業があると思うんですけど、それではできないので、自分で、そうなんです。税務局に行って登録しないとダメなので、お近くの税務局にぜひ電話で問い合わせてみてください。でもし、そうなんです。私の夫は、まあ言ったようにスウェーデン人なんですけれども、そのパートナーの方がおられる場合は、そのパートナーの方も一緒に行ってもらった方が、いいと思います、うん。というのは、そのパートナーの方の出生地であったりとか、うん、そういうちょっと、普通知らないかなっていうようなことを一緒に、配偶者がスウェーデン人の場合は入力しないといけないので、うんうん。はい、行くことをお勧めします。そうですね。はい、で、まあ、そういった方がいない場合は、一人で行って。一人でも。うん。うん。ね。うん、で、あとは、例えばこう、私たちに、の近くに住んでたり、まあ、うちにホームステイしたりとか、うちの近くだったりしたら、ね、そういったサポートもお手伝いできるかなって思うのでね。心強い。っていうことですね。はい。心強いです。というのも、本当は、マミさんおっしゃっていただいたように、ワーキングホリデーは364日の滞在で、最低1年365日の滞在を満たしていないので、本当は多分パーソナルナンバーはもらえない。申請するときも多分無理だと思うよって言われるとは思うんですけど、でも一応申請するだけしてみてもいいですか、うん、みたいな感じで。プッシュしてね。プッシュして。でもスウェーデンの人優しいですよね。うん、日本だと多分絶対無理って言われるけど。そうね。そういう部分何なんだろう。スウェーデンってちょっとこう、まあもちろん決まりっていうのはあるけれども、その担当者によってちょっとね、うん、その緩さが微妙だったりする場合があるから、うんうん、あとは、まあ、ワーキングホリデーがっていう、ね、ものが新しいので、うん、ね、全ての担当者が把握してるかって言ったら、うん、そうでもないかもしれないから、そういった部分でちょっと緩みが出て、キヨちゃんはパーソナル番号が取得できたっていう可能性もあるし、ね、だから皆さんが必ずしもパーソナル番号がもらえるっていうふうにはその内容の中には書いてないわけだもんね。はい、多分本当はもらえない。はもらえない。でも積極的にプッシュしたらもらえるかもしれない。かもしれない。ひとまず出すだけ出してみて。そうですね、もらえたらいいなぐらいで、うん、でももらえたらすごく、うん、そうそう。そうですよね。ダメ元でね、ダメ元でね。うん。だってほら、もらえないっていうことだ。だけどもらえたら、よし、ラッキー。そしたら、ね、そのパーソナル番号で得られる、うん、ことってたくさんあるからね。はい。あ、そうです、そうです。マミさん、あれ、なんて言いましたっけ？お仕事センター。アルベス・フメリゲン。はい。とかも登録できるので、うんうん、アルバイトしたいっていう方は、うん、うん。登録とかされたら。あ、なんで、アルベス・メンディゲンって、要するに、働くところをこうし、働く場所とかをね、こうなんか、支援するっていうか、うん、日本だとなんていうの？ハローワークですね。あ、ハローワーク。思い出した。うん、そんな感じ。あ、ハローワーク。ハローワーク。ね、うん。ところ、利用できるようになるので、うん。うんうん。アルバイトとかも探しやすくなるかもしれないね。うん、そうするとね。はい、うん。そう思います。うん。
そうですね。で、アルバイトも、アルバイトする場合は、スウェーデンってね、英語が結構結構っていうか、もうすごい、皆さん英語が上手だから、スウェーデン語がマスターしていなくても、英語がある程度できたら、お仕事も探しやすいかなって思いますね。なるほど。特に最近あれですね、マミ様おっしゃっていただいたの、ウーバーイーツの人みたいなのを見かけることがあります。街中で。そうね。今なんか特にコロナだから、そのウーバーイーツじゃないけど、オンラインでこう注文を受けて、それをこうね、配達してくれる人たちのお仕事なんかもあるし、そういう場合は、それほどこう、言葉が流暢じゃなくても、できるアルバイトのお仕事だから、そういった可能性もありますね。はい。なので、何ですかね。コロナだから逆にこう、言葉がそんなに話せなくても仕事はあるというか、そんな気もちょっとします。そういうことも、まあ、必ずできるよとは言えないけれども、ちやっぱりそょの辺も、皆さんのやっぱり、どれだけ自分が積極的になれるかっていうふうなね、っと。やっそうぱいっりたこ大と切も、な。そうそう、ありますよ。そう。だからね、それでせも。っかくの、ワーキングホリデーだから、待ってたら何も来ないから、やっぱりどん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 自分から、やっていかないとね、いけないからね。まあ、それはどこにいても同じだけどね、日本でもスウェーデンでも他の国でもね。そうですね。だからまあ、今回はパーソナル番号を取得するっていうふうなことに、まあ、トライしてみたらどうかっていうアドバイスですね、キヨちゃんの方からね。そうです。すいません。あと最後に一つだけ、その移民局のカードを作ってから税務局に行くことになるので、なので一番最初の滞在地は、まあ、最低2ヶ月あったらもう十分だと思うんですけど、同じ住所にしておくことをお勧めします。最初のね、住むところを同じ10、あの2ヶ月はここの住所っていうこってといでうふね。うに決めておいた方がいろんなその手続きが楽じゃないかなと、私の勝手な思い込みかもしれないです。確かにね。だから、やっぱり一番安心なのは、日本からスウェーデンに来る前に、ある程度、こう、ホームステイだとかね、泊まる場所を、こう、探しておくことがいいですよね。なので、そのマミさんのね、ところでとか、サポートも受けながらっていうのが、海外初めてとかいう方はすごくおすすめっていうか安心かなと思いますね、ご家族の方も。そうで何す目ね。線やねんって感じですけど。本当本当。ね、そうですね。まあ、じゃあ、そういうふうな感じで、ホームステイですとか、そういったことに関しては、私の方でもサポートできると思います。で、もう少し詳しい内容に関しては、キングホリデーの内容に関しては、きよちゃんの方に、また連絡をしていただけるように、お願いしたいと思います。はい。じゃあ、今回もありがとうございました。ありがとうございまます。た、またワーキングホリデーについてのこうシリーズでね、いろんなことを、引き続きお話ししていただくので、日を改めてお願いしたいと思います。はい。ということで、じゃあ、Q ちゃん、今日はありがとうございましありがとうごた。ざいました。ヒーロー。はい、どうも。